はい、こんにちは、トモです。今日はこちらのハボタンの寄せ植えをリニューアルしていきたいと思います。こちらのハボタンの寄せ植えなんですけれども、何ヶ月か前に作ったんですが、ハボタンが棟立ちしてきて伸びてきました。こんな感じで伸びてきて、で黄色い菜の花が今後咲くんですけれども、やっぱりハボタン独特の可愛い形が伸びてきたっていうのと、色もね悪くなってきましたので、全部ハボタンだとちょっとつまんないなっていう風な感じの寄せ植えになっちゃいましたので、一部のハボタンを引っこ抜いて他のお花と入れ替えてリニューアルしていきたいと思います。はい、今日ハボタンと入れ替えて植えていくお花なんですけれども、ここにいろいろありますけれども、ちょっと全部使うかは植えながら考えるんですけれども、紹介していきます。まずこちらの薄ピンク色の花、ローダンセマムエルフピンクっていうキク科のお花ですね。これメインの寄せ植えにしようと思ってずっと待機内で置いてたんですけど、リーフとか鉢とか見つからなくってずっと待機内だったんで、今回リニューアルのために使おうと思います。それとブルーデイジーですね、こんな感じの青いお花が綺麗なんですけれども、一般品種っていうか普通の斑入りとかじゃないシンプルなもの、小輪でちょっと高性なのかな、わかんないけど、こんなブルーデイジーも買ってきました。はい、それとこの白いお花なんですけれども、オステオスペルマムですね。コンパクトで綺麗にまとまるオステオスペルマムアキラ、ホワイトパープルアイということで、このアキラって品種結構メジャーでどこでも売られてると思います。198円とか200円から300円ぐらいで割とリーズナブルに売られてる未生のオステオスペルマムですね。僕はこのホワイトにブルーアイのものを買ってきたんですけれども、もっとニュアンスカラーとかね、いろんな色があります。はい、残りは全部カラーリーフですね。リトルスモーキーオレアリアの仲間かな、シルバーリーフのこういったブッシュ状の小さいあのカラーリーフだったりシルバーリーフですね。あとはワイヤープランツ、スポットライト、斑入りのこんな感じの雰囲気があるワイヤープランツです。枝が少し赤っぽかったりとか、この斑の感じとかも、とってもナチュラルな印象があって、葉っぱも小さいし枝も柔らかいので、僕がすごくよく使うリーフの一つですね。はい、最後にお花が咲いてるんですけれども、コロニアバレンティナバリエガータということで、マメ科のお花ですね。こんな感じの黄色い明るい斑が入るマメ科のカラーリーフということで、お花も可愛いんですけれども、買った時はカラーリーフとして買ってきました。はい、こんな感じでいろいろ買ってきたんですけれども、植えながらどれをどこに配置するかっていうのは考えていきたいと思います。まずこちらのハボタンの元の寄せ植えですね。ちょっと形が悪かったり傷んできているハボタンをまず引っこ抜くところから始めていきます。はい、では寄せ植えのハボタンを引っこ抜いていきます。そのまま植えておくハボタンもあるんですけど、こんな風にちょっと葉っぱがね黄色く傷んでたりとか、やっぱり寄せ植えのこの中央って視線が集まるところなので、そこら辺のハボタンを抜いていくっていう風ですね。そこまで根が張ってないので、ちょっとスポッて抜いてね、次のお花が入る苗のスペースを確保していきたいと思います。今ここのね中央のハボタン引っこ抜きましたけれども、あとこの中央の奥側のこのちょっと大きいアイスダンスっていうハボタンも引っこ抜きます。それとですね、この手前のこのハボタンも手前の割には背が高くなっちゃってるので、こちらも引っこ抜きます。ハボタンの根っていうより周りのカラーリーフの根が結構張ってるので、移植ごてで丁寧に抜いていきます。よいしょ。あとは全体のバランスを見ながら、まあ、ハボタンも残しつつ新しいお花も植えたいので、ちょっとねここら辺のハボタンも抜いちゃいます。このヘデラとかね、ヘーベとかカラーリーフはそのまま植えっぱなしで再利用していきます。寄せ植えをリニューアルする動画、以前にも作ったことがあるんですけれども、カラーリーフはそのままでお花だけね、一年草だけ入れ替えたりとか、旬を過ぎたお花だけ入れ替えたりとか、そっくりそのまま最初から寄せ植え作るのも全然いいんですけれども、まあ、季節によってちょっとお花を入れ替えるだけでずっと長く楽しめるので、そういったリニューアルしながら寄せ植え楽しむのもおすすめです。はい、この端のねマジックロードも抜いちゃいます。よいしょ。あ、全然根が張ってないな。よし。はい、こんな感じで5本ですね、ハボタン引っこ抜きました。花芽がね伸びてきていますし、あの枯れてるわけではないんで、別の鉢にズボって植えればお花が咲いてくれて、あの楽しめると思います。お花をそのまま残しておくと鞘みたいなのができて種もついて、あのハボタン種取りとか種まきから育てやすいお花なので、もし種を取りたい方はそういう風に花を咲かせるのもありですけど、まあ、うちではこれはもう処分しちゃいますね。
はい、今抜いたハボタンのスペースにお花を植えていくんですけど、穴をほじくって余分な土を取り出してお花を植えやすいようにね、ちょっと処理しておきます。暖かくなってこの白大陸とかも成長が始まってますので、その大きさとかも後で調整しようと思うんですけれども、まずは穴をほじくって新しく植えるお花のスペースを確保していきます。はい、ここも3本ハボタン抜いたので、穴をねしっかり、この中央のオレガノケントビューティーもちょっともじゃもじゃして鬱陶しいので、これも抜いちゃいます。リーフも結構たくさん入れたので、これですっきりここが穴が開きましたね。はい、この白大陸の両サイドにお花入れたいんで、一回この白大陸抜こうと思います。抜いてお花植えながら、またこの白大陸も再利用しながら配置考えていこうかな。このピンク色のヘーベハートブレイカーはアクセントになるので、この位置に残しておこうかな。もともとこのピンク色の葉っぱがあったんですけど、この新芽が伸びてきて明るいリーフが増えてきていますね。はい、では買ってきたお花を隙間に植えていきます。まずこの一番背が高くてボリュームがあるこちらのローダンセマムエルフピンクですね、これを中央の後方に植えていこうと思うんですけど、ローダンセマムの葉っぱが日当たり悪くなりそうなんで、少しこっちにちょっと寄せておいて、はい、こんな風に根が張ってますので、根鉢そこの方だけ少しほぐしておきます。こんな感じかな。でこの中央に植えます。はい、続いてこちらのオステオスペルマムも手前の方に背が低いので植えていきます。はい、オステオスペルマムはこのヘーベの隣ですね、ここにシュシュシュと植えていきます。こんな感じかな。はい、続いてこちらのブルーデイジーも、これ9センチポットで割とちっちゃい株なんですけど、これも少し背が高いので、このエルフピンクの手前にね、斜め前にここに配置します。はい、ここの中央のこの空いたスペースですね、寄せ植えの中央って視線が集まるとこなので、メインのお花を植えたいんですよね。でこのオステオスペルマムなんかがお花が目立つんで、ここに入れてもいいんですけど、ちょっとこのお花の形がキク科のお花で少し密集する感じがあるかなと思うので、こんな感じでふわっと広がるこちらのカラーリーフですね、コロニラ、バレンティナバリエガータを中央に植えたいと思います。根鉢もスマートでこの隙間に植えやすいですし、この時期お花が咲いているのでお花としての役割も果たせそうなんで、あえてこの中央に植えていきます。全体的に薄ピンクとか薄紫とかのお花を中心に植えてるんですけれども、これ唯一この黄色が差し色になるっていうのと、ハボタンのお花も花が咲くと黄色いお花が咲くので、それもアクセントになって、このコロニラとの親和性も出るかなっていうふうに思います。はい、この中央にね、このマメ科の黄色いお花が可愛いコロニアバレンティナバリエガータも配置しました。はい、すいません、配置しながら思ったんですけど、やっぱり中央が背が高くてこの山形にしたいんですけれども、この伸びてきてるハボタンがすごくバランスが悪いので、これも抜いちゃいます。せっかく買ってきたお花全部この調子だと植わらない気もするので、少しもったいないですけれども、とう立ちしたこちらのハボタンも抜いていきます。この手前のハボタンはとう立ちしてるけど葉っぱの色が綺麗なので、そのまま残しておきます。はい、今引っこ抜いたハボタンが植わってたこの奥のスペースですね、ここにはオレアリアリトルスモーキー、このシルバーリーフをふわっとしたリーフがいいかなと思って、ここによいしょ配置します。はい、最後のここのスペースなんですけれども、最初に紹介したスカビオサブルーバルーンだとちょっと窮屈だし、この隣のオステオスペルマムと葉っぱの色がかぶってやぼったくなるので、このスカビオサは今回植えずに置いておこうと思います。で代わりにこちらのワイヤープランツスポットライトを手前に植えていくんですけど、ここがねちょっとリーフが沈んだようなっていうかね、明るい色が欲しいなっていうふうに思うので、はい、さっき一旦引っこ抜いたこちらの白大陸を植えていきたいと思うんですけど、少しボリュームが大きいのでちょっとカットして使いたいと思います。このね一番中央の枝がね一番立派なので、そこをもう切っちゃうっていう感じですね。これで背が低くなってふわっとしたリーフになるかなと思います。どんどん成長させると黄色いお花が咲くんですけど、白大陸お花よりリーフの方がメインかなっていうふうに思うので、これをこのねオステオスペルマムの横に配置して、ちょっとこのハボタンのね下の方の葉っぱがうるさいんで、ここもちょっとちぎっておきます。でここに白大陸配置して、でこの手前のスペースにですねワイヤープランツスポットライトを植えていきます。で斑入りのワイヤープランツなんで、普通の緑のワイヤープランツより生育が穏やかなので、寄せ植えにも使いやすいと思います。はい、これで配置が決まりました。
はい、最後にですね、隙間に土を入れていきます。こんな風にたくさん苗が入ってるとどこに隙間があるかちょっと目で見て分かりづらいと思うんですけど、そういう場合はこんな感じで指を突っ込んで株と株の間にね指を差し込んで感触で、あ、ここ土がなくて穴が開いてるなっていうのを指で確認して入れていくとやりやすいと思います。今は手前の方から土を入れていますね。このヘーベとコロニアの間にも土をしっかり入れておきます。はい、手前にはねしっかり土が入りましたので、この奥の方に釣り入れていきます。あんまりぎゅう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 押し込むと水はけが悪くなるんで、隙間を埋めて軽く押さえるぐらいにしておいてください。はい、こんな風にね、ハボタンを引っこ抜いたところにお花とかリーフをぶっ込んで、で、あの土も入れて植え付けはできたんですけど、少しリーフがひしめき合ってたりとか、ちょっと株が窮屈なところもあるので、最後株同士をね、しっかりなじませていきたいと思います。はい、特にこのエルフピンクがねキュッとね、ちょっと縮こまってるので、このエレモフィラの枝を少し減らそうと思います。もういらない枝はもう株元でカットして、はい、こんな感じでローダンセマムにかぶってたエレモフィラの枝をカットしました。ローダンセマムはお花がねスッと伸びて咲いてくれるんですけれども、葉っぱは株元の方にあるので、そこにしっかり日が当たらないと徒長したりとか生育が悪くなると思うんで、この隣に植えたオレアリアリトルスモーキーもですね少し膨らんでますので、この内側に入り込んでる枝はもう落としてしまいます。はい、このオレアリアリトルスモーキーの、この内側に入り込むここの枝ですね、ここはもう全部落としちゃって大丈夫です。よし、これでねこの周りがすっきりしたかなっていうふうに思います。でちょっとこういう感じでリーフとお花をなじませて、ふわっとねお花とか枝が広がるようにしてあげてください。はい、この手前の白大陸も少しねボリュームが多くなってますので、中心の方の葉っぱをカットしちゃって、大きい葉っぱも少し間引いておきます。よし、これで少しスリムになりました。この手前にもねブルーデージーの枝がふわっとねせり出すように広がるように株をなじませていきます。前後にスペースが空いたので枝を広げていきます。はい、この中央のスペース、ちょっとね枝がギュギュギュってなってるので、ここにちょっと出てるヘデラのこの枝はいらないなと思うので、これも少し根元の方でカットしちゃいます。少しすっきりしたかな。はい、こんな感じで全部のお花が植えられました。配置だったりとかリーフのボリュームを調節して向きなんかも工夫しましたね。このふわっと広がるこのカラーリーフ、この黄色いお花のコロニアなんかもしっかり広げれるように、周りのヘデラとかこの奥のオレアリアですね、でこのローダンセマムの株元にもしっかり日が当たるように工夫しました。少しお花がねあっちこっち向いてますけど、しばらくして馴染んでくれば綺麗に前を向いてくれると思います。はい、ということで今日はこちらのもともとハボタンだけで作ってあった寄せ植えのリニューアルをしました。ローダンセマムとかブルーデージーとかカラーリーフとかオステオスペルマムなんかを追加して、にぎやかに春らしい寄せ植えにリニューアルできたかなっていうふうに思います。もともと植えてあったヘーベハートブレイカーとかニュアンスカラーのハボタンだったりとかシルバーリーフとか、どっちかっていうとちょっと落ち着いた雰囲気の寄せ植えだったので、お花もエルフピンク優しいピンク色だったりとか、パープルアイのホワイトのオステオスペルマムとか、あとはカラーリーフメインで優しい雰囲気でまた作ってみました。最初ハボタンだけの時でもハボタンの形だったり色が鮮やかでとっても素敵な寄せ植えできてたんですけれども、ハボタンが伸びてきたりとか色褪せてきたりとかしたので、今回はお花を追加して明るくできたかなっていうふうに思います。このブルーデージーの青色が差し色というかアクセントになっていて、やがてこのハボタンもね黄色いお花が咲きますので、このはっきりした黄色がアクセントでチラチラって入るような寄せ植えになったかなっていうふうに思います。ブルーデージーも差し色で入れたんですけど、真ん中が黄色いので
この黄色とも親和性があるし、そんなに浮いてる感じはしないかなっていうふうに思います。お花の形もね、同じキク科のお花ということで統一感があって、色でアクセントをつけたんですけども、同じ要素もいくつかあるので、ちぐはぐにならずに馴染んでるかなっていうふうに思います。皆さんもお家にある寄せ植え、少し旬を過ぎたお花とか入れ替えるだけでもすごく素敵になるので、ブルーデージーとかローダンセマム、オステオスペルマム全部多年草なんですけども、200円ぐらいでオステオだったら売ってますので、僕は1年草間隔で1年草を入れ替えるって感じでお花を追加して植えてみました。暖かくなってくると白大陸とか、最初から植えてあったこういうシルバーリーフとかもね、ボリュームがどんどん増えてると思いますので、メインのお花がねふわって広がれるように生育できるように、少し葉っぱを整理して植えてあげるのがポイントかなっていうふうに思います。皆さんもよければ参考にしてみてください。はい、この動画が良かったって方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。メンバーシップの動画の方では種まきしたお花とか、もうポット上げしたりとか、少しマニアックな園芸作業も紹介してますので、メンバーシップも参加してもらえると嬉しいです。今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。